川崎市幸区にある加瀬山をご存知でしょうか。この加瀬山に伝わる伝説をもとにしたミュージカルが明日行われます。演じるのは地元住民らで作る市民劇団。初舞台への思いを聞きました。川崎市幸区の西部、閑静な住宅街の中にそびえる緑豊かな丘加瀬山。明日初舞台を迎える市民劇団川崎ドリームミュージカル。去年2月に発足したこの劇団が演じる舞台は、地元川崎市幸区にある加瀬山。この地には室町時代の武将太田道灌がこの山に城を建てようとしたところ、わしに兜を取られる夢を見て不吉に感じ、築城を諦めたという伝説が残っています。今回の内容は、城を築くための準備をする武士たちに対し、村人たちが生活のために重要な場所だった加瀬山に城を築かないよう画策するという、この地に伝わる伝説をもとに作られたオリジナル作品です。ミュージカルを演じるのは川崎市立幸高校の演劇部の部員など12人。地元の高校生たちは台本にあるようなこの地域に伝わる伝説を知っていたのでしょうか。私は知らなかったので、ああ川崎市こんな偉人いたんだなっていうことも新しい発見です。企画したのは川崎市幸区に住む島田雅邦さんです。地元川崎を舞台にしたミュージカルができないかと数年前から構想を練っていたところ、幸区の提案型共同推進事業に選ばれ実現しました。演じるにあたってミュージカルだったら、まあ、演技もあって歌もあって踊りもあってみたいなことで、いろんな子どもたちのいろんな才能が出せるかなと思いまして、でミュージカルにしました。普段劇団などとは全く関係のない仕事をする島田さんですが、もともと演劇などを見るのが好きだったといいます。江戸時代に書かれた新編武蔵風土記っていう本があるんですが、その中のもう本当にここの、4、5行、100文字ちょっとぐらいの部分だけが原作になります。最初の部分は地理的な場所の話なんですよ。品川から何キロとか何里とかっていう話で、ね、半分がここからが太田道灌の伝説です。夢見ヶ崎伝説。想像を膨らまし、慣れないながらも台本やミュージカルの歌の歌詞を一人で書き上げました。あれが加瀬山の北面になります。横浜と川崎の市境に位置する加瀬山。現在は公園や動物園などもある市民の憩いの場所ですが、太田道灌にまつわる伝説から夢見ヶ崎と名付けられ、至る所に看板や碑が設けられています。こちらの神社には太田道灌が夢の中で丹頂鶴が東北の空に舞ったことから、その方向に江戸城を築いたという話も残っています。知らない場所じゃなくて、ふと見上げたら、あの山で600年前にこういうことがあったかもしれないっていう、なんかそういうことを考えてもらえたらいいなと思いますね。本番まで1週間を切ったこの日、稽古にも精が出ます。衣装や小道具の資金は区からの補助金のほか、クラウドファンディングで捻出しました。今回地元住民として唯一参加している五十嵐努さん、長年小学生などを相手に和太鼓を教えてきた経験を買われ、ミュージカルの中でもその力を十分に発揮しています。
子どもたちがやっぱり中心になるミュージカルということで、そこのところでもすごく魅力を感じているし、地域にこう生きている人たちとこう身近なテーマのところで取り上げていけたら、すごく地域に根ざしたやっぱりこうミュージカルっていうか演目になるんじゃないかなっていう期待はすごく持ってます。演劇部とはいえ、ミュージカルに挑戦するのは初めての高校生たち。比較した島田さんとともに、地域のみんなで作り上げる舞台の幕が明日いよいよ上がります。その太田東館について皆さんに知ってもらいたいですし、この劇を通してその演劇やそのミュージカルについても、あ、面白いなって思っていただけたら嬉しいなと思います。このみんなのパワーに僕自身は流されてるっていう感じですね。勢いを感じてます。地域のものだろうぐらいな感じで来てくれたんだけども、最後なんか、あ、すごいいいものを見て帰れたっていう風になってもらえるといいなと思います。ミュージカルを通して地元を知ることで、より自分の住んでいる場所に愛着が湧きそうですね。そうですね。島田さんも加瀬山を知ってほしいという思いはもちろんなんですけど、まずは地元を好きになってほしいという気持ちが根本にあると話していました。また島田さんは今後、加瀬山の他にも地元川崎市幸区の話を取り上げた演目を作りたいと話していて、5月にも新たな部員を募集する予定だということです。川崎ドリームミュージカルの舞台、太田道館と夢の城は無料の事前申し込み制で、明日の開催はすでに満席ですが、25日の午後5時の回はまだ席に余裕があるということです。